さん、ありがとうございます。2018年初の越谷 FM さっちゃんのハローホームタウン、ただいまかしましく想像、はい、かしましく想像、静かにしてましたね、はい、ガイクちゃまには。そうですね、はい、はい、しまちゃん鼻の下の、あ、そうです、はい、伸びてます。動画で見せるのがね、残念ですけども。じゃあ、一言お名前とご感想をお願いいたします。越谷美沙と申します。今日はいろいろお話できてとても嬉しかったです。でも、もっともっとお話したいことはたくさんありましたので、はい、また呼んでいただけると嬉しいなと思いました。はい、越谷 FM の代表でございます。代表ピュー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 、はい、出ますね。ありがとうございます、はい、そしてチャマリンさん。はい、市民パーソナリティのチャマリンです。今日はね、すごい控えめに過ごさせていただきました。あれで控えめね、すごい控えめで、皆さんがびっくりしたじゃないかっていうぐらい、はい、でお酒の時は饒舌でしたね。お酒、お酒の話の時は、瓶の話になって、あそこまで瓶が詳しいと思わなかったね。お酒の、可愛い話でしょ。まかれましたね。これでね、美しくなります。はい、そうですね。はい。今日ありがとうございます。ありがとうございます。さっちゃんから告知ですね。まず、1月21日。市営部で痩せナイトさんライブやります。でも痩せナイトさんとデュエットもしますけど、今回ちょっとアリさんのピンチヒッターがしまちゃんがアシスタント出演してくださいますので、はい、オープニングはしまちゃんとのデュエットをどっぷり昭和歌謡を楽しみ、ありがとうございます、はい、こちらお楽しみに。そして決まりました、決まりました。2月の11日越谷かもねぎと音楽を愛する人の集い、もうね、出演者が豪華。まずですよ、準レギュラーのシャーク土屋さん、元 FMW のですね、はい、彼女の特集あります、ミニ。おそう。で、国安修司さん、越谷 FM 出てくださった、香西かおりさんなどに曲提供されてる方でもありますけど、まあ、姉が優先大賞を取りましたね。日本、はい、優先大賞を、優秀賞を受賞されてますけど、こちら絶対歌っていただきましょうね。いいですね。そうなんですね。今度金吾さんですね。彼もすごい、彼は東京にお住まいですけども、うん、青森をと行ったり来たりして、なんでしょう、地域活動を密着、なんていうんですか、地域密着型の活動をかなりされてて、でずっと注目してて、まあ、この間ちょっとお会いしたりご縁いただいて。お話しさせていただいて、あ、彼も出てほしいなと思ってスケジュールがあったので、で、佐本教師さん、ごめんなさい、スケジュール合わなかったので期待してた方、ごめんなさい。でもちろん、さっちゃんも出ますし、さっちゃんね、ここ押さえておいて、ここ押さえて、さっちゃん、さっちゃん、そうそう、さっちゃんで、3人のコラボのステージもあります。しまちゃんもちょっと歌いますので、でこちら申し込み開始しました。なるほど。さっちゃん本人か、さっちゃん事務局までお申し込みください。4000円でカモネギ鍋がついてます。おー、すごい、ほんとお得ですから。カモネギ鍋美味しいもん ね、うん、私たちそれ食べに行きたいです。これぜひ、この絵なんでですよ、歌は歌えないけど、ちょっとお申し込みいただければ、うん、皆さん、はい、私ね、カモネギ食べたことないんですよ。え、じゃあぜひぜひぜひさっちゃん作りますから。え、さっちゃん作るんですか。私作る。さっちゃん、すごい人の演奏を BGM に作ってるかなみたいな。あら、私が自分が歌う時だけ出てくる。出てくる。それまでネギ鍋をこう。で、思いの持てないので、うん、元プロレスラーとかいますか。あ、いや、大丈夫ですね。あとね、これちょっと今回これはすごいです。キャロルみどりさんがコーラスしてって言います。キャロルみどりさんっていうのは神取忍さんののところがね、うんうん、レスラーでした。そうなんです。レスラーがこうね、じゃあもう、うん、強い、もう声もなし、声もなし、レスラーが、レスリングが好きな人は、プロレスが好きな人はもう、うん、豪華、迫力ありますね、豪華、豪華なお客さんなんです、うん、ね、そうそう、すごい、ね、私も見たことは生で、あ、彼女ですね、プロレス生で何度か見ますけど、うん、迫力はそうですよね、いいですよね。そうですよね、うん、行きましょうね。ねえ、カモネギね、もうこの場でカモネギ食べにね、そうそう、カモネギ鍋食べに、カモネギ鍋食べに、そうそう、カモネギ鍋食べにいいんですよ、さっちゃんが欲しいと思う。そうそう、それがまずメインかな。そうそう、だってそれがあって音楽をくっつけたのが一番最初だったんですよ。あ、それで国安修司さんが気に入って、さっちゃんやろうよって番組でやることが決まって、そのまま成立した。すごい、すごい、こんなすごい方が一緒にやろうって言ってくださるんだって嬉しかった。場所どこでやる。北越谷の、あ
歩いて10分ぐらいの越谷の本局の目の前のオールドタイム、オールドタイムさんですね、郵便局の本局前、郵便局のね、うちからすごい近い、あれこんなこと言ってていいのかな、どこで近かった、近いですよ、歩いたら、いや、でも近いです。そうですね、割と近いです。ってことは、しまちゃんの近くだ。だから、そう、しまちゃん、今日迎えに来てくれるのかなと思って。送ってあげる。送ってあげるよ。自転車乗るもん。あ、本当？やったー、ね、そう、やった、ね、目が突然で、優しくなったよ。すごいハートマークになってる気がする、俺。ハートマーク。ハートマークなの、しまちゃんがハートマークじゃないよ。そう。そう、で今日オープニング、あのさっちゃんのプロデューサーの東のすみたまさんのこれは間リクエストいただいて書きました。すごい今ね、あの忙しいみたいで、なるほど、ちょっとお元気なのでよかったです。でさっちゃんとみんなの歌2000人に届けたいとやってるところなので、まだお手にしてない方さっちゃんまでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で迫ってきました、こちら越谷 FM も公演になってますね、なってますね、うん、はい、1月14日ちゃまちゃんの口からお願いいたします。俺が、1月14日はい、すままるさんとちょっと組んでいろんな越谷をこう宣伝するということで、いろんなことやってて、そこでまあすままるさんに声がかかって私まで来たんですよね、話が。でまあ、カメラ入れてるような、揺れてる、うん、当日は一曲だけディスカバー越谷という曲を歌わせていただきますので、よろしくお願いいたします。楽しみです、楽しみですね、はい、私たちの放送でも告知させていただいてますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。応援しております、ご注目を、はい、はい、ありがとうございます。本日の放送なんですけど、もう一回聞くチャンスがありまして、はい、翌週ですね、一番下が18日、はい、木曜日 86.8 メガヘルツもしくはリスンラジオに合わせてください。夜の7時になります。こんな感じでお届けしましたけども、2018年もさっちゃんのハローホームタウン、そして越谷 FM ですね、はい、と言ってもね、よろしくお願いします、はい、今も聞いてね、あ、そうですね、